いやー、暑い。夏やね。夏だ。はい。J2 10節振り返っていきますか。はい。ヴェルディ VS 琉球と。まあ、この試合は両チームともスタイルがぶつかるゲームで面白かったです。まあ、特にキレキレだったのは得点も決めた阿部拓磨。はい。まあ、フィニッシュの局面っていうよりかはその攻撃の組み立ての場面で。本当にこの選手ね、身長そんな高くないんですけどもね、収まるしね、ドリブルもゴリゴリいきますしね、フリックもうまいんですよ。落とすプレーも。っていうところで、まあ最後に神様がちゃんと阿部拓磨を見ていたなっていう感じで。はい。で、まあその PK につながるシーンですよね、あれ。高橋翔平。まああれは一発レッドでしょう。どう考えても。あれは最低のプレーですね。まあサッカー選手としてはありえない。まあ新野もそんな感じのことあったけど。やっぱね、なんだろうね、チームを引っ張る選手がやっぱそんなプレーしちゃダメよ。本当それ以外のそのプレーの場面で見たらもう J2 でもやっぱり高橋翔平のプレーってのはもうトップクラスのプレーなわけで。それなのにやっぱね、この選手は、まあ、そこがまたね、愛すべきバカっていうかみんなから愛される理由なんだけどね、高橋翔平。そういうやんちゃって言葉で片付けちゃダメだな。暴力。やってしまいましたね。ちょっと反省してください、本当に。そこは。本当に、だって藤本寛也のラストのヴェルディでの試合なんですから、これ。ねえ。いや、最悪の空気の中、寛也を送り出すことになってしまって、私は残念でございます。まあ、ヴェルディとしては、ちょっと、ここ数試合勝ててないところで、嫌な負け方してしまいましたね。琉球としては連勝したので、しかも自分たちのやりたい形をね、やれての上で、まあ、流れの中からではないですけども、得点を決めて勝てたということで、よかったんじゃないかなと。で、新潟、大宮、1-1ドローと。はい。まあ、この試合は、いきなり、奥貫の先制ゴール。あれ本当にね、黒川とか、富山だったかな？あの辺が絡んで、すごい美しい形で新潟をね、粉砕しました。はい。で、まあ、もう一点決めれたとこがあったんですよ。11分頃かな？クロスボールから、奥貫ヘッドがね、クロスバーに当たるんだっけな？確か。あれは決めなきゃ、まあ、ダメだよな。あそこ決めてたら、また試合もね、結構変わったのかな？とか、思っちゃいますよね。たられば。で、まあ、26分、ロメロが、まあ、コーナーの流れからですね、胸トラからズドンっていう、まあ、ロメロ・フランクらしいゴールで、まあ、相手に当たったような気もしましたが、まあ、いいんでしょう。ゴーラゴール。ってことで。はい。で、まあ、前半アディショナルタイムの方とかね、確か中島だったかな。フリーキック、クロスバーだったりで、はい、惜しいシーンありましたね、強烈な。で、まあ、後半もシルビーニョとかね、本当に、ちょっと芯を捉えて当たってたらゴール入ってたんじゃないかなとか、そういうシーンもありました。まあ、新潟もいいですし、まあ、大宮もね、まあ、いいゲームしてたんじゃないかなと。小野もね、スルーパス効いてるシーンとかありましたしね。いちいちドローでした。まあ、J2 の上位にふさわしいゲームだったんじゃないかなと。はい。で、はい、出ました。歌か祭り開催されましたね、これね。もうこれ J2 のみんなでも結託して、これ、ウタカを出場させないっていう、なんか条例を作りたいところですね。まあ、先制はまず山形でした。野田のゴール22分。まあ、コーナーからですね、ニアに走り込むタイミングバッチリでしたしね。何よりゴール後の雄たけび。なんか気持ちがこもっててね。山形やっぱ得点力不足でやっと取れたぜみたいな感じが伝わってきて、俺も嬉しかったところなんですが、ピーター・ウタカさんが大暴れします。31分。このゴールは、なんかワンツーみたいな形でね、外に出して、そのまま中にウタカが入ってって、クロスボールからヘッド。まあ、キーパーくじ引きとしては、止めれたっちゃ止めれたけど、まあ、難しいか。反射神経な。難しいか。で、37分。これは裏に抜け出して、ね、ロングボールから。トラップしっかりしてね、決めるんですよね、冷静に。で、まあ、京都逆転というところで、まあ、試合は傾いたかなと思ったけど、山形が追いつくわけです。PK でしたね。山岸がしっかりと決めて、2-2で前半終了。そして後半も山形が決めるわけです。47分。京都ディフェンスがちょっとね、連携ミスしてしまって、そこをしっかりとつきました、山岸。ループで、ふんわりと決めまして、逆転。さあ、山形。さあ、俺たちの時代が来るかと思ったら、ウタカの時代がまたやってくるわけですね。53分ですね。まあ、ディフェンス2人の間、あれスルスルとうまく抜けまして、キーパーをもかわして、ハットトリック、ピーター・ウタカ。はい。で、その後もね。まあ、その後はそうだな。山岸とかにも、ハットのチャンスがありました。
ね、そこで決めれたらやっぱね、山岸も豊かになれたなっていう、ちょっとよくわかんないこと言っちゃった。うん。なんですけども、87分、豊か、まだまだ決めます。アーリークロスからヘッド、決定力さすがのもの、ポジショニングも、ヘディングの精度もバッチリと、ね、三年吉監督は頭抱えてたっていうのが面白かったですね。うん。こうやって、京都意外にこれ初連勝なの？なんか、言ってたけど、実況か解説かが。ちょっと知らなくて、ね、もう連勝してるイメージあったんだけど。ということで、まあ、歌か祭りが開催されまして、4-3、京都、圧勝ではないか。で、またしても4-3のゲームですね、これね、金沢、愛媛。これはまたすごい試合だ。先生は愛媛でしたね、茂木。どんなゴールだったっけな。コーナーのこぼれか。コーナーのこぼれ、まあ、茂木が詰めたって感じで。で、36分、三原。いやー、ゴラッソでしたね、コーナーのこれ、これもまたこぼれだったかな。うん。をね、ズドーンっていきましたね。はい、三原やっぱ注目ですね。うん。で、52分、庭師音。はい、これ三原からだったかな？素晴らしいパスが出まして。で、華麗な足さばきからね、庭師音もゴールを決めて、はい、愛媛、ゲームもらいました。今日勝ち点差もらいましたというのも、つかの間58分。ね、広いですね。コーナーから、まあ、1点返して。まあ、ただ1点返したところでですよ。ところでなんですが、66分。またしてももう1点許す。加藤。ね。裏抜けて、完璧なトラップからね。完璧なループ。もうなんやこいつはと。もう、いやー、加藤はね、いいよ。いいよ、加藤。本当に。ちょっとね、ルカオ加藤怖いよ。そう、その相方ルカオが直後に決めるわけですわ、これね。これな、ヒールだったかな、あれな。おしゃれな、またオシャンティーなゴールでね、同点に追いつくわけです。ここでもう流れをもらいました、金沢。71分、ね、こう、運をもね、こう引き寄せる。まあ、運というか、まあ、あれはもう、あの状況を作った金沢の勝ちだな。うん。まあ、クロスを確か山崎が触ってオウンゴールということで。まあ、あれ触ってなかったらね、後ろにね、加藤がいたし、やっぱ加藤抜群なのよ、ポジショニングも。ね、シュートセンスも。で、金沢が 4-3 で逆転。ホーム初勝利かな？もう最高のホーム初勝利になったというところで。はい、金沢勝利です。いやー、ルカオ加藤おもろいな。うん。で、岩田、松本ですね。先生は松本でしたね。26分。ね、鈴木。高橋のね、クロスが本当に絶妙で。まあ、鈴木のポジショニングも抜群なんですけども、あのやっぱクロスね、鋭くて、なかなかディフェンス対応しづらい。あれがもう一点ものの、うん、決めましたね。あのゴールを。なんですが、まあ、松本ね、まあ、岩田が良かったといいとこ、うん、大森が好調。大森が好調なんです。あの、間合いからね、自分の間合いに持ってって、ね、チコンチコン、ギュン、ズドン、みたいな。素晴らしいシュートで、ファーに巻いて、まあ、大森のゴールで同点。ここで終わらない。ね。小川幸輝がね、まあ、PK 得意ですよな、この選手な。プレイオフの時といい。まあ、久々のゴールだったんかな、でも。うん。で、まあ、2-1で前半を終え。まあ、後半の方で言うと、松本はね、アウグスト、イズマを入れたりしてね、なんか攻撃迫力もありましたし、あと前もね、はい、入れました。前って5番になったんだね。そこ知らなかったです。はい。っていうところで、まあ、構成をかけるも、まあ、そこまでの大決定機は、まあ、生まれずというか、まあ、岩田も守備がだんだん安定した。うん。志村もね、いい感じで。はい。まあ、岩田は今後のすごい楽しみになるところと。あと、松本としてはちょっと今シーズンかなり不調なので。まあ、心配です。元 J1 勢同士の大会、戦いでしたけど。はい。で、岡山、水戸、3-1岡山勝利。おめでたいところで。そうですね。まず、関戸の奥さんがすごい綺麗でね。もう美男美女カップルで、大いなる嫉妬心を抱きました。はい。で、水戸の方は、メンバー見ていくと、安藤がね、入ったりとか、あと、細川がスタメンでしたね。まあ、そこは置いといて。まあ、今日もまずは、やっぱ、ポープがね、1ファインセーブ見せましたね。森のシュートだったかな？あれ結構、キーパーとしても難しいと思うけど、しっかりと弾きましたね。まあ、ってことは、つまり、水戸が序盤からチャンス作ってたわけで。うん。で、29分。いや、美しい、崩し。本当に、水戸の攻撃陣はフレッシュ。フレッシュ。本当に、ね、中山、松崎なんかが絡んで、ね、最後も美しく森がね、決めれ、はい。岡山を本当に粉々にしたんですけれども、後半は一転します。はい。
まあ、ヨンジェがね、細川のハンドを誘って PK。まあ、これを上田浩太、さすがです。しっかりと沈めます。そして53分の上城のゴール。これもまた美しいゴールでね。移籍後初ゴールってのが意外でしたね。もう決めてるとなんかなんとなく感覚で思ってましたね。いやー、さすが上城、シュートお得意様ですね。うん。で、まあ、67分に、まあ、とどめを刺すわけですけれども、空中戦のね、こぼれに、まあ、後ろからね、忍者みたいに忍び込んでね、はい、しっかりとポジショニング取ってました。ボレー叩き込んで。まあ、松井はね、2点とも触ってんですよ。松井。三笘ゴールキーパー松井。だからね、悔しいよな。ああ、2点とも防げた可能性があったがね、悔しかったと思います。うん。まあ、岡山が、上がつく選手でね、点を取り、3点、3-1。まあ、三笘チャンスを多く作ってたんで、まあ、悲観する内容ではなかったと思います。うん。岡山勝利。で、山口、栃木。はい。まあ、このゲームはですね、お互いに前からのプレスではめてチャンスを作るシーンというのがあったかなと。まあ、そんな中でですね、まあ、栃木ですね。うん、後半開始早々でしたね、ほんと。秋元からもらって、大島。はい。ね、この選手がそろそろ体制するのかなっていう期待も湧いてきましたね。中にカットインしてね、キックフィントとかでもね、ちょっとかわしつつね、こじゃれた感じで、強烈なシュートでゴールと、うん、いうことでした。まあ、その後やっぱ、栃木がね、もちろん、まあ、守りにどちらかというとシフトするので、山口が攻めるシーンもありました。途中出場の森光太、まあ、10分に入ってるんですけども、似たような形でチャンスね、作りましたね。うん、ファーサイドに巻くようなシュートで。まあ、あれのどっちかが入ってたらなっていうところなんですけども、やっぱ、栃木、今年、守備硬いですね。1-0 で、1-0で勝利ということで。いい感じです。いい感じ。すごい適当なまとめ方してない。いい感じ。で、次が、やー、来た！ついに長崎初黒星、来ました。いや、もうね、1分でね、まずもう出鼻くじいた。最強だよ、出鼻くじくってのは。徳島ですね。誰のパスだったかな、あれな。誰のパスだったっけな、俺覚えてねえな。和体だったか、和体のスルーパスだったかな。まあ、誰かのスルーパスに抜け出した柿田が、中央突破でね。うん。まあ、運も良かったと思います。なんか相手にちょっと当たって入ったりしたんで。しかしやっぱあそこに走り込んでシュートをちゃんと振り抜ける柿田、素晴らしい。ね、ゴール。ほい。そして、まああとね、あ、面白いプレーだなと思ったのは、徳島の43分頃の、うん。セットプレーですね。うん。西谷がね、なんか、ニアじゃないな。でもなんかペナルティエリアの外あたりからこう、外だったな。もらってってこう中に切れ込んでってコーナーからね。で、クロス送ってファーでかけたっていう。まあ長崎がライン上でクリアしたんですけども、あれとかも面白い形持ってるなと思いました。で、まあ、50分ですね。内田航平のゴール。いやー、今日ゴールキーパーね、今日ってかこの試合ね、高際だったんですよ。まあ高際が悪いとは言わないけど、いや、悪いな。あのミスはやっぱ悪いわ。あれはもうキーパーがしっかりキャッチしてたら点になってないからね。うん。ねえ、徳重だったら、この試合も違ったのかなーってかね、そういう妄想も抱いたり。でも高木は能力ある選手なんで、うん。ちょっと次に挽回してほしいところですね。うん。ただしかしこの試合においてはやっぱりこの選手のミスで勝負決まりました。まあ、しっかりと詰めてた徳島も良かったですね。詰めまして、2-0と。そして続いてですね、和田井カウンターからですね、これまた、長いドリブルから切り込んでグランダーっていうもうお手本のようなゴールで決めまして、まあまあこれで勝負ありですね、完全に。まあ、長崎一矢報いるって感じでした。秋野のスルーパスだったかな確か。から大竹が抜け出して、まあ決めるんですけれども、まあさすがに1点返したところでって感じで、まあどっちが首位かわからんっていうゲームでしたね。うん。やっぱ出花くじくっていうのは相当効果あります。シュートもね、長崎3本しか打ててないから。本当に実力差感じた徳島が圧倒的に強かったなと思います。で、福岡、まあ、甲府と。そうですね、この試合福岡は、北島が初スタメン。いやー、結果残しましたね。で、まあ、3分の、まず最初の方にも、遠野が遠目からね、カットインっていう。遠野が遠目からね、で、すいませんね。で、打つも惜しくも枠外。うん。で、まあ、23分のゴール。これ、北島の粘りが良かったですね。まあ、最終的には和光かな左サイドだったから。クロスから、ジョーゴ、キングジョーゴがね、うん、ヘディング、決めまして、まあ、今年も決めました。はい。ゴールということで。
まあ、ただしかし甲府も、まあ、10分後ぐらいに点を取るわけで、泉さんの個人技光って、ね、クロス、いや、そのクロス送るまでの過程がやっぱ、泉沢よね。泉沢らしいよね。で、ファーサイドね。で、中潮がボレーだったかな。で、最終的に和光に当たっちゃったかな。で、ゴール、オンゴールという形でした。で、まあ、甲府が逆転するんです。48分ですね。これもまた泉さんのクロスでしたね。篠原のクリアかなが、運悪く、バホスさんのね、足元に転がって、そりゃ決めますわ。あそこにバホスの足元にこぼれてきたら。だってバホスですもの。バホスですもの、そりゃ決めます。で、甲府がね、まあ、しっかりと守りつつ、まあ、攻めつつ、うん、時間を進めていく中で、まあ、そうですね、福岡お得意の三國ケネディエブスさんを前線に置いて、まあ、放り込むっていう、これが実りました。うん、その落としから、遠野がね、遠目からね、鋭いボレーシュートということで、同点ゴール2-2。まあ、お互いに負けなしが続いてていいとは思うんですけども、勝ちきれないってところもね、一つ課題があるんで、うん。まあ、特にこの試合においては甲府が勝ちきれなかったかなと。ただやっぱ福岡も追いつく力があるというところで。まあなんか好転するのか、ね、どうなのかってところですね。お互いに。ね、なんか良くなりそうな気配はすごいあるんですけど。で、群馬北九州と。はーい。いやー、マーチのディサロの2トップに震えております。震えをおののいております。まあ11分、いきなり大前ね、ヘッド。うん、惜しかったですね。まあ枠外だったけども、形はこう作れていいんじゃないかなと。で、そんな中で17分、群馬が先制点、加藤純也。うん。フリーキックから林がね、洋平がヘッド、ポストに当たって、まあ、そのこぼれを詰めるということで。まあ、群馬がね、この J2 昇格組で、いきなり先手を握るんですけれども、32分。高橋、キレキレ。切り返しからシュート。うん。このキーパー弾いたところ、町野詰めてるんですね。ちゃんと町野が詰めて、同点ゴール。そして65分ですね、ディサロ・アキラ・シルバーノ。あのターンもお見事よね。体うまく使ってね。で、その後もまあ、クロスバー当てるシーンとかもあってね。惜しかったシーンありました。まあ、群馬も北九州もね、終盤。まあ、群馬追いつこうとね、頑張って攻勢かけてましたけども、もう北九州の方がまあ、上手でしたね。うん。こればっかりは。そうですね。北九州ね。本当にいいチームなんですよね。本当にいいチームなんですよ。いやー、なんかメンバーだけ見たらだってそんなに、すごい面々が揃ってるってわけじゃないんだけど、やっぱりチームを作る人が上手なんですが、監督さんが。で、やっぱ成長がね、マーチのディサロ、成長が楽しいですね、これね。他チームながら応援しております。で、最後のゲームですね。町田、千葉。はい。まあ、最初のマソビッチ、17分頃のマソビッチ。ね、あれも崩しの形美しかったんで、あそこで決めてたらね、っていうまたタラレバの話です。で、まあ、前半の30分以降、これはもう千葉の時間帯になってましたね。ミキの鋭いシュートとかもあったりして。そんな中で40分、田口フリーキックから、平戸の足が当たっちゃってね。まあ、運悪かったね。うん、いいコースに行っちゃいました。そして直後43分。ね、新井から、山下、川又、そして米倉と。バウンドがね、秋元を惑わしましたね、あれね。あんま見たことない形のゴールでしたね。千葉が少ない手数で町田を崩して、はい、前半で 2-0。まあ、もう千葉に2点取られる、こういう展開作らせちゃったら、もう今年の千葉は硬いですね。もう、町田はもう遠目から打つしかない展開で、まあそれも新井が止めますし、町田としてはあんまり なんかやらせてもらえなかったなっていうゲーム。千葉はね、はい、自分たちの、ちゃんと形を後半できてたんじゃないかなと思います。はい。うん、そう。じゃあ順位表見ていきましょう。いや、なんか喋って疲れちゃった、暑いし。まあ、まだ長崎もちろん首位です。うん。ただまあ今後どうなるか分かりませんってところですね。で、2位に徳島入っております。徳島いいですね。で、3位がギラバン、北九州。はい。で、4位、まあ以下こんな感じでございます。そう、この辺、新潟、甲府、福岡、この辺、引き分けが多いでしょ、最近。だからここが本当ね、白星に変わっていけたら、多分こいつらも上の方に入っていけると思うんですよ。で、そのポテンシャル十分に秘めてるし、戦力層で言ったら本当この3チームはね、もう1、2、3取っててもおかしくないんで。ここら辺が夏以降に、まあ選手層がやっぱ大事になってくると思うから、連戦で。うん。実力を発揮できるかどうかですね。で、栃木がここにいますね。うん。いいですね。まあいいかこんな感じで。まあやっぱ山がちょっとね、4連敗なんでね、ちょっと恥ずかしいですね。山形もね、
とね、せっかく勝ちそうだったのにね、豊かに夢を壊されましたね。はい、こんな順位表でございます。得点ランキングこちら、はい、1位9得点、9番豊か、10試合で9得点、化け物、はい、で2位が6得点、これも結構な化け物ですね、ルカオね。はい、ルカオも今年いいですね、まあ、10点は勝ったそうです。うん、まあ、各点も得点重ねて、まあ、予想外なのはやっぱディーサローじゃないですか。うん、まあ、俺は分かってたけどね。俺はディーサローが得点重ねること分かってたけどね。みんなは知らなかったでしょ。はい、すいません。いや、でも本当にディーサローね、やれると思ってたんですよ。実際。いや、三菱洋和時代すごかったもんな。もう高校生時代、本当この選手すごかったわね。なんか、もうチンチンにしてたからね、相手のディフェンス。はい。っていったところで、まあ、ディーサローが体制しそうな予感がしつつ、ね、いいですね。この柿田といい、若手選手、日本人の若手選手、山口といい、ね、まあ、渡辺もそうだな。ここら辺の、若手攻撃陣がね、トップにいるのが。J2 はなんか昔の J2 っぽくなってきたね。この外国人が上位に、得点ランキング上位に固めてるっていう。はい、こんな感じで、第10節終わりです。はい、水曜も楽しみ。